ひねたいさん、肖像ひねたい山明治2年3月13日は、幕末の文人家、ひねのとも呼ばれる。なお、森永、ジオセイコと、少年、たいさんの他にカヤカイ、西麒麟湖、道楽園、雲円老、ヨイスミアンなどと号した。泉国ひね群中、小村港に生まれる。ひねまた、江物の三男として生まれる。幼い頃より絵を好み、 はじめと佐派の桃田久雲に学び、大阪に出た後岡田藩校について、難画を学んだ。泉佐野の豪商、里井浮久とは幼馴染で、浮久の庇護を受け、中国絵画の林母などで画業を磨いた。二十八歳で、京都に遊び、経学と称、抜きなす王に指示した。京都移住後は、金納家の柳川聖岩、内美木三郎、藤本鉄石。 中西鉱石らと信仰を結ぶ。演山派の影響を強く受け、南画家、鉄、大祖門に脂縮した。主に山水画を得意とする。酒を好み、合法な性格を反映してか、極めて射脱でおおらかな気分に満ちた作品が多い。門弟に、野口商品、猪瀬透明、奥ンダ、アトミ家系、中丸金プラがいる。ひねさん2018年8月10日閲覧。 野口商品は女流難画家で甲府商家、野口正明の妻。野口家と親しい甲府商家の大木家は、近世、明治期の当主が文人画家を招聘し作品を収集している。大山の門人には、野口商品の他、か西草うんや中丸、清十郎など、山梨県出身者が多く、これらの甲州画家との縁は、野口家や三氏。 中丸の死である甲府の文人画家、畜村採用を通じて生じたものであると考えられており、大木コレクションにはこれらの画家の作品群が含まれている。堺市博物館編集、発行、堺市博物館有品図録、第2週2001年3月31日、第53図。AB 堺市博物館編集、発行、 堺市博物館周期特別展近世の大阪画人山水風景名所1992年10月10日ピアニッシモ64から65ありがとうございます